入ってみたらこんなバー、ようこんなとこに作ったなバーを。一応こっちがザ・ヘブン、ずっとビーチ沿いや。深ビーチやったっけ。ややこしいな。これが一番端っこの湾の外海。あ、頑張って歩けるやんか。この下どうなってんの。砂浜や。頑張って歩けるやん。まあそこさっきのレストランやね、昨日の。ボロ臭いやつ。そう、慣れ川のビーチなんとかっていう。あ、行けるようになってるやん、ちゃんと川が、柱あって。あれって柱？うん、ちょっと見てみよう。ご飯どうするの？ご飯食うよ。どこで？どこで食うか。中で食う？え？中で食う？ホテルの中。どこでもいい。あ、これ？あ、これディスコじゃないの？ディスコ？確か。とりあえずまあ、あ、これ行ってみようか。行ってみよう。橋が一応あるし、 Google マップで見てたらどうやって行くんやろ、あそこと思ったら橋がちゃんとあるんや。タイバー、オクソビーチ書いてある。とりあえずこれが入り口か。ヘッターチューチャイバー、インスタ映えや。何やのこれ。あ、わけのわからんとこにバーが。これインスタ映えやな。どうしよう、行ってみる、うん、なんかわからんけど、なあれたらビールだけ飲んで帰ろう。もうすぐサンセットやけどな。どこにバー作っとんねん。生えまくりやで、これ。インスタどころやあれへん。生えまくりや。ウォークビズシューズらしいよ。怖いわ。怖いな。これインスタ映えや。ジャスティスシェイキング。おい、そんな俺も勇気がないわけじゃないけど、嫌やな。行ってみるか。あ、怖い。お怖い。保険取ってや。落ちんとってや。皆さん取ってや。皆さんやけど落ちなや。ああ、そんな今取って。ああ、まだ半分も来てない。ああ、怖い。これバーに行くだけで、これさえあんまりチャンビア陽気飲んで帰られへんな。いや、もう帰ろう。ちょ、こ横向きやといける、横向き。もうボート呼ぶ？呼べへん。ああ、怖い。怖いふりしてるだけやろ。そこまで怖くないやろ。怖いわ。あ、でも慣れたら余裕やわ。遠くの方見てたら全然大丈夫やわ。遠くの方見てどこが怖いわ。これはすげえな。このバー嫌やな。頑張ればいける。ちょうど真ん中や。真ん中じゃないよな、もう3分の1よ。たどり着けへんわ、これ。せんてかくこんだけの距離をわざわざ来たにもかかわらず、こっから先水やね。なんじゃそら。靴脱いだいやん、シューズ脱いだいやん。マジかよ。どうやらたどり着いたようです。ただビールいっぱい飲むだけやのに。あ、怖っ。何やねん、何とも言えんなこれ。入ってみたらこんなバー、ようこんなとこに作ったなバーを。すげえ場所やな。すげえ場所にあるな。なんちゅう場所やな。フローズンカット、レゲエバー。ああ、生バンド。みんな反対側が来るんちゃうの。後ろから来るんちゃう。
どうでもいいけど、タイいうのは必ずレストランに犬がおるな。うん、しかも、思いっきりなんかチンチン舐めてるし、こいつ。チンチン見てみ、これチンチンずっと舐めと。はい。ほいほいほい、おいえ、おいえ。犬も一緒に帰るよ。結構礼儀そうやな、あの人。うん。まあ今ちっちゃい子やからいいけどな。あれ怖いねな。なんとかそれ時間で。ギリギリせ、あ、次もやで。これピンチやで、これは。レモンチキン、これはスプリングロール、ベジタブル、スプリングロール、ベジタブル。ほう、ここはまあまあ飯よりも雰囲気を楽しむとこやな。それよりも柔らかくてうまい。もう周りが暗なってきたから、このカメネジはちゃんと映らんな。沈むな、夕日が、うん、もう沈むわ。ここから見るとザ・ヘブンはあんなとこ、歩いて15分ぐらいな。